死んだ後も普通に生きている。耳から潜在意識を変える人生学校です。今回は生きがいの創造、飯田文彦の究極のまとめです。この本は一言で言うと生まれ変わりの科学と言えます。生まれ変わりがあるということが分かってしまうと、人によっては頭をハンマーでガツンと叩かれたぐらい人生観が変わる人もいるかもしれません。飯田さんは大学の経営学教官の方です。ではなぜ生まれ変わりや輪廻転生について書かれたかというと、会社の経営者がある共通の悩みを持っていることに気づいたというのです。ちなみに対抗催眠や臨死体験などの数多くのリアリティあふれる証言から、科学的にもどうやらこれは生まれ変わりとか死後の世界がありそうです。でも無理に信じなくてもいいですよというスタンスのようです。科学的にどんなデータが出てきたとしても 100% 証明をすることはできませんが、ただ生まれ変わりを意識して生きることで仕事、人生、幸せの全ての価値観が良い方向へ変わってくると思います。ちなみにあの斉藤ひとりさんもおすすめされている本です。かなりスピリチュアルな内容ではありますが、私を含め著者の飯田さんも特定の宗教とは関係のないことをお伝えしておきます。前半は講義編、後半は実践編としてお送りいたします。では参りましょう。生きがいの創造、究極のまとめ、前半講義編、会社経営で大切なこと、人生で大事な2つのこと、生まれ変わりがあるとすれば、死んだ時に受ける試験、人生学校経験談、私の過去生、後半実践編、理想の生き方、守護霊のサポートを受けるには失敗しても大丈夫、前半講義編、会社経営で大切なこと、社員に労働意欲を高めるいろんな方法を試したけれどうまくいかなかった、どうしたらよいとある経営者が悩んでいました。ですがこの経営者が生まれ変わりの事実を知った時、社員に何をしてもらえるかではなく社員に何をしてあげられるかなんだと気づいたそうです。その気づきが会社にいい影響を与え、いい結果をもたらしたそうです。人生で大事な2つのこと、それはあなたがどれだけ人を愛したか、良心的な行動をとったかの2つです。もっと簡単に言うと、優しくできたか、親切にできたかと言えると思います。生まれ変わりがあるとすれば、生まれ変わりはあるという前提にすると、こんな考え方が大切なポイントになりそうです。何でも楽しみながら生きる、小林誠寛さんも言われているように、自分が書いてきたシナリオに沿って生きているようですので、いつも安心した気持ちで起こった現象に対してどんなことも楽しみながら生きられると良いのだそうです。流産しても大丈夫、もし流産してしまったとしてもまた同じ親を選んで生まれてくるので心配する必要がなく、あなたの元へまた次生まれてくることがありますから大丈夫ですよとのことです。魂は何らかの形でまたお母さんに会いに来るのだそうです。子供はお母さんを選んで生まれてくる、どうやら子供はお母さんを選んで生まれてくるようです。お父さんではなくお母さんを選んでくるというのがポイントです。大体のケースがお母さんを見て優しそうだったからとか楽しそうだったから、中には前回生まれた時病弱だったから今回は健康に生まれたいので丈夫な体になりそうなお母さんを選ぶというケースもあるようです。病気でさえ自分で選び生まれてくる、病気もシナリオの中に自分で組み込んできているようです。でもできれば病気にはなりたくないですよね。その場合は人生学校的には全ての欲を腹8分目にしておくというのをおすすめしています。例えば食事ならお腹いっぱいではなく2割だけ遊びを残しておくのです。性欲も睡眠欲も他人と関わっていたいという欲も同じく2割ほど足らないなというくらいが一番ベストなバランスではないかと思います。死んだ時に受ける試験、あなたをガイドする存在があなたの人生を思い出させて振り返り
反省し、その結論を出します。ですので、生きている間に人に喜ばれたり、良いことをしたのが多い人は、死んだ時とても良い気持ちになるのだそうです。死んだ時が人生の本当の総決算であり本番なのですね。人生学校経験談、私の過去世。人生学校はあなたと今縁のある人は過去世で必ず会ったことがある人と思っています。実は私、前世を自分の脳裏で映像として見せられる経験をしたことがあります。今世で1回しか会ったことのない人が突然今とは違う性別、違う格好で出てきました。またその映像を誘導してくれた人が私と同じ映像を見ているらしく、私より先に答えるという不思議な出来事が何度かあったため、前世はあるのではないかなというのが私の感想です。あるかないかはさておき、今世で初めて会った瞬間になんかしみじみ懐かしい感じがする人っていませんか？その逆もありますが、後半実践編、理想の生き方、実践法は簡単です。何か問題と思える時が出てきた時に、良心的な愛のある前向きの解決方法か、その逆で良心的ではなく愛のない後ろ向きの解決方法を選ぶかなのです。愛情、希望、優しさ、親切、許しがキーワードになってきそうです。それらを与えた分、死後に自分が評価されることになります。人間関係の波及効果と自業自得の原則があり、自分が出したものが物の見事に自分に対して返ってくることになります。愛と与える心が大切なのですね。守護霊のサポートを受けるには、あなたを守ってくれている存在がいて、普段からその存在を受け入れ、お祈りや感謝ができると良いそうです。失敗しても大丈夫、失敗は大いに結構、気にしなくても大丈夫。なぜなら失敗を通じて学べるからですね。それより動機が大切だと言います。例えば人を傷つけてしまうという同じ現象であっても、悪意があってと仕方なくでは死んだ時に受ける評価が全く違うのだそうです。だから全てにおいて動機が大事なのですね。でももちろん、そもそも人を傷つけないというのが一番の合格点をもらえるそうです。もし失敗しても反省して次は同じことをしないように心がければ良いのですから、楽なものです。思い悩むことなく、失敗したらまた何度でも挑戦してみましょう。おまけ、あなたには生まれてきた目的が必ずある。自分のシナリオや目的が原則はわからないように生まれてきていますので、そもそも生まれてきた目的がわからないなどと嘆く必要はありません。生きているだけであなたには価値があるのです。そう、ただ生きているだけで、あなた自身でちょうど良いシナリオを書いて生まれてきていますから、今がどれだけ辛くても安心して生き続けてみてください。必ず最終的に自分の魂が納得する人生になります。おまけ2、人生学校の見解、パレートの法則を人生に使う。これはこの本に書かれていたことではなく、人生学校の見解ですが、パレートの法則を人生に活用できるととてもバランスが良くなります。パレートの法則とは20対80の法則とも言われ、自然法則、宇宙法則と言えます。ビジネスにおいて売上の8割は顧客の2割が生み出している。仕事の成果の8割は費やした時間のうちの2割の時間で生み出しているなど、これを日常生かすには、例えばあなたが 100% やりきってしまうと、その後にどうしても無理が生じます。ですので、あまり頑張りすぎず、人生で自分の8割程度の力でできることをやります。そして生活の中でも常に20対80を意識して生きるのです。要は腹8分目ですね。
そうすることで長期的にパフォーマンスが上がります。スピリチュアルも2割くらいまでにして8割はしっかり地に足をつけて現実生活を送ることも大切かもしれません。逆に行動ができないときはあなたの2割の力でできそうなことからやってみるといいかもしれません。おまけ3、なぜ人生のシナリオを忘れて生まれるの？例えばいつ死ぬかはっきり知っていたら、その時が近づいてきたらきっと怖いと思うでしょうし、嫌なことが起こると分かっていたらそれまで落ち着いて過ごせないかもしれません。修行をしっかり行うために前世の記憶は原則大部分消されて生まれてくるのですね。本書には対抗催眠や臨死体験、2歳や3歳児などのリアルな会話や手紙を含めて本当にたくさんの事例が紹介されています。あの世とこの世の仕組みが、なるほどこんな感じになってるのだなということが見えてきます。詳しくはぜひ本書を読んでみてくださいね。今日という日は人生で一番若い日です。さあ楽しみながら、学ぶ修行にワクワクドキドキしながら今日から歩いてみようではありませんか。あなたがたとえもし誰にも認められなかったとしても、人生学校があなたのことを認めていることを決して忘れないでください。どんな病気をしても、どんな嫌なことがあっても、あなたの人生は必ず良くなります。生まれ変わりについては、しんすけさんとダウンタウン松本さんが楽しく話している動画がありますので、見てみると良いかもしれませんよ。概要欄にリンクを入れておきます。最後までご覧いただきましてありがとうございました。参考になったという場合は、チャンネル登録、グッドボタンをいただけますと嬉しいです。それではまた次回をお楽しみに。